山道丈一3月15日から1941年5月11日は日本の政治家、ジャーナリスト。所属政党は県政会立憲民政党国民同盟、立憲民政党。衆議院議員を10期務めた。広島県加茂郡番匠村出身。1906年に早稲田大学大学部政治経済学科卒業。鳥取新聞社の主筆を務めた後、韓国に渡り、大韓日報の主筆となり、また、習俗慣行の調査に当たった。韓国併合後、大韓日報が廃刊になると、雑誌、新半島を経営し、朝鮮総督府の嘱託として引き続き習俗調査を行った。後に、中国新聞主筆も務めた。1912年、衆議院広島県郡部補欠選挙に当選した。以後、当選10回を数え、その間加藤孝明内閣、第一次、若槻内閣の文部参与官、浜口内閣で、鉄道政務次官を務めた。1931年4月から同年12月まで、民政党幹事長を務めた。民政党内では、足立健三直系の党人政治家として知られ、同じく民政党内の足立直系小葬議員である、永井龍太郎、中野正剛、鈴木藤也と共に、足立の四天王と称された。民政党幹事長辞任後足立、中野らと共に、民政党を離党し国民同盟の結党に参加したが、幹部の間の意見の齟齬が原因で、国民同盟を離党し民政党に復党。復党後は、斎藤隆夫と行動を共にし、1940年2月2日の反軍演説により、斎藤が政府、陸軍、親軍派政治家から攻撃を受けた時は、友人として斎藤からの相談を受けた。斎藤は当初離党勧告は受諾するが、議員辞職は断固拒否する立場を貫いたが、民政党内で議員除名論が台頭すると2月29日には、議会での釈明が可能で選挙民の同意が得られれば、議員辞職も考慮するとの意見を民政党幹部の田原孫一に伝えた。だが、親軍派の政友会革新派、社会大衆党、自局同志会らが、斎藤の釈明の内容は、陳謝的内容以外は認めないと主張したことにより、3月4日の、賛同、斎藤、川崎勝、工藤哲夫、岡崎久次郎らの会談で、斎藤が、自己の欲するがごとき釈明を成し得ないくらいならば、勇えて、自発的辞職も思いとまるもやむなしと、山道らに語り、斎藤はあえて除名される道を選ぶことになった。ありがとうございます。